はい、どうも皆さん、こんにちは。ちょっとね、急遽動画を回しているんですけど、まあ、リビングにね、こんな感じで27匹、27匹小動物を飼っています。でね、今ものすごい寝方をしていたんですけど、あーもうやめちゃったか。2匹ともね、ここの上に川の字になって寝ていました。皆様、想像してみてください。すごい光景でした。ということで、まあね、こんな感じで、まあリチャードソン・ジリスはね、最近お迎えした子なんですけど、まあ前回の動画でもね、紹介したんですけど、まだ赤ちゃんですね。ペアで購入いたしました。名前は、はい、シェル君とルチルちゃんです。お見知りおきを。ということでね、まあこんな感じで、まあ今出てる子はね、ちょっといないんですけれども、あ、こちらにいましたね。こちらはジャンガリアンハムスターのロシアンブルーの珍しい色ですね。若干珍しいかな。まあ手乗りハムスターなので、まあこんな感じですぐに乗ってきますね。あ、今日はちょっと照れてますね。あの動画撮影中っていうところを考慮するとね、まああんまり手には乗ってこないのかなと。あ、乗ってきましたね。あ、可愛いですね。あ、ちょっと。いや、乗っていいですよ、手の上に。はい、乗ってきましたね。可愛いですね。いつもね、ここの上でね、平安歩させています。ちょっとリチャードソン・ジリスさんとね、ちょっと初めて対面させてみましょうか。はい、あ、リチャードソン・ジリスさんは寝てますね。もう全然興味なしですね。あ、ちょっと手からちょっと離れてしまいましたね。おいで。はい、この子まだね、手術したばっかで腫瘍ができてしまったんですけど、まあ癌とかではなかったので良かったです。まあ、手術も無事成功して、元気でね、こうしていられることがね、ほんと奇跡のような感じがします。はい。うん。まあ、これからもね、たくさん、まあ、小動物他にもいっぱいたくさん飼っているので、まあ、動画をね、見ていただけると嬉しいです。かわいいね、ハムちゃんとか見たい方はね、チャンネル登録から見れますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。かわいい。